ボンボヤッシュ。どうも、ガクガクです。今回なんですけども、猫 YouTuber みたいな。なんか猫で YouTube やってますみたいな。猫の写真めっちゃ上げてるやつから対戦来ました。かなり強そうなんだよね。実際。とりあえず喋っていこうかなと思ってます。では行ってみようか。はい、もしもし。もしもし。はい、自己紹介どうぞ。ポケモンやってるネギマヒロです。何くんどれだ、どれだ、すいません。ちょっと、緊張収めても大丈夫ですかね。何ちょっと筋肉からだけ回っても大丈夫ですかね。何時間緊張を抑えるお時間緊張抑えるお時間何秒いるのそれ。あ、じゃあちょっと10秒だけください。 10秒あげます。はい、はい、大丈夫です。すみません。あ、大丈夫ですか。はい、お名前どうぞ。ねじ橋です。自己紹介。ねじ橋ねじ橋って言います。あ、ねじ橋さん。はい、それで何ですか。最近ですけどね、ちょっと見始めて、ほうほうほう、なんかガクガクさんが強そうだったんで、やって勉強できることないかなっていう。勉強、勉強したいの俺で。はい。あ、そうなんだ。じゃあ何歳ちなみに。今一応16歳です。あ、16、なんかあれだね、真面目だね、すごく。いや、これは、うん、まあ、私が頼んでる立場なので、まあ、一般的に考えたら私の方が立場は下かなっていうふうに考えて。政治家かなんかですか、あなた。政治家ってもないですね。学生。あ、本当ですか。なんか政治家みたいな喋り方ですね。あ、そうですか。はい。じゃあ今回はどんなポケモンで来られますか。今回ですね、うん、最近いろんなちょっとネットで対戦してて、はい、この中でちょっと、まあ、個人の方が、なんか世代別統一パーティーで大会するみたいな。へぇ、ほうほうほう。ランク制ってなると、こういうのが良くなかったりとか、なんかそういうアドバイスっていうのはもらえなくて、自分でどうしても考えなきゃいけないじゃないですか。で、けど、そういうのでアドバイス、立ち回りとかのアドバイスをもらえたらなっていうふうに、違う、どんなポケモンなの今日使うポケモンは。今ちょっとボックス開くんで。まあいいや、かなり強いパーティーってことね。はい。ちょっと、なるべく自分で強いパーティーってなるとこれかなっていうふうに考えて作りました。ああ、わかりました。じゃあ、とりあえずやりましょうか。はい。ねじまいしさん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。まあ、3戦勝負でいこうか。はい。まあ、悪いところとかもしっかりとね、教えていこうかなと思いますけど。ありがとうございます。うん。まあ、どれぐらいまず強いか強くないか。そこ確かめていかないといけない。伝説は使うの？伝説なし？伝説は使わないですね。あ、で使わないんだ。ブンデから伝説とかもダメってなってるんで。あ、そうなんだ。もし私なんかランクマって伝説ありルールになるじゃないですか。なるね。あれちょっとアンチ派の方なんですよね、私が。なんで？伝説ってなると、まあ伝説のポケモンだったりすると、パーティー面白い。持続的に高かったりするじゃないですか。ああ、なるほどね。で、そうなると、私普段マイナーポケモンとかをよく使うんですけど、あ、そうなんだ。おかしくなったりするっていうのが、まあ私の実力不足なんですけどね。そうだね。わかりました。なんでそこんとかしょうがないんですけど、やっぱりちょっと活躍させるのが難しいかなってなんで、はいはい、まあ、ダリルールっていうのがあんま好きじゃないっていう感じですね。ああ、そうなんですね。なるほど。わかりました。じゃあ今回どうしようかな。まあかなりね、他の人と違う面白いパーティーでありますね。珍しいポケモンも何匹かいて。まあ、そうですね。いいんじゃない？これは。まあでも、私自身で考えたポケモンっていうのは、まあなかなかないんですけど、ね、結構やっぱ攻略サイトとか見て参考にしたりとかもするんで。ああ、はいはいはい。なるほどね。まあ、攻略サイト見るのはでも結構普通のことだよ。ああ、そうですか。うん。それも別に、あ、いいよ別に。全然普通。あとはまあ、あ、ちなみにさ、その、ツイッター見たんだけどさ、猫好きなの？はい、結構猫好きですね。あ、そうなんだ。じゃあ俺も猫飼ってるから一緒だね。あ、結構、そういうのでも、最初に見つけたの多分ツイッターだったかな。こっちで見つけてから、あ、この人 YouTube やってるんだみたいな感じで。え？俺が上げた猫の写真から YouTube 見てくれてんの？お前。そうです。そんなやつ初めて見ちゃったけど。まあ、そうなの、ありがとうね。普通に嬉しいわ、それうちの猫のおかげってことだもんね。はい、結構やっぱり猫だね。うん、じゃあ猫の写真頑張ってあげるね、今後。
はい、ありがとうございます。さあここブリジャース変えていくんですけど、まあ岩はあーね、まあ、そこそこ悠長に戦うね。ちょっとここから、まあ、後ろの方でちょっとピロマ戦いたいっていう、うんうんうん、そうだねそうだね。インファイト、まあ、これは耐えるでしょう。まあすがに耐えられる。急所、まあまあこれはまあうん、まあじゃあこれはいいよ、うん、まあ、これも一応謝って、これははい、すいませんさあ一旦電磁入れようか。タスキ型だと思うんですけど、まあまあまあそれはね、うん、あ、もう一発インファか、もう一発インファか。ここはまあそうですね、うん、一旦カゴのみで全開で防御一段階アップですね、これで。はい、でタイプイン、ナイス。ああ、ということでやっぱ、まあ、さっき牛ヒャーだったらトントンかな、確率は。そうだね、うん、さあブリザースボディープレスでタスキまで削る。タスキまで削られるか、まあ、でインファイト、まあインファイトです、ね、OKOK、さらに防御力上がっていきますね、うん、これ大丈夫なの。まあ後ろの方はまあ、ああなるほど、後ろで攻めていきたい。ね、起点作ってから殴っていくタイプの。うん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 、うん、ってことは次あいつが来るな、うん、なるほどなって感じですかね。アラスター、でででででで、まあ起点作りに関してはまあうまくできたんじゃないかな。そうですね、うん、ポケモンも1体見せさせられたしですね。あ、まあ、ミニッキュやっぱり的にできたのかなって思います。うんうんうん、悪くないと思うよ全然。はい、ありがとう。さあブレイザーズラスターカノンで化けの皮一旦外したいところであります。まあそうですね、まあここはまあ読み通りっていう感じ、うん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 、でトリックなる。はいはい、ここでテラスキルかな。したら何ヘドロ、ヘドロですね。これはどういう意図ですか。これがですね、うん、あれこれ、まあ、まあ攻略サイトで見たりとか、うんうん、まあ、だけ YouTube の方でも使ってる人いたんですけど、はい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 、トリックルームじゃないですか、はいはいはい、化けの皮と呪いのダメージとヘドロのダメージで、うん、うまいトリルターンを残すみたいな戦術ですけど。ああ、へえ、なるほどね。でも俺そこちょっと頭の片隅にあったよ。なんかこれラスターカノン打たなかった、わざと。なんかトリックルーム残したいんじゃないかなって一瞬思ってちゃった。まあそうですよね、うん、まあ、ってなるとちょっと厳しくなるんだよね、そっちからすると。そうですね、だよね。だからまあ、トリル展開っていうのがだいぶ難しいっていうのがあります、ね、そうだね、トリル難しいよ。そうなんですよね、ただどうし、あ、眠る使われちゃうから、うん、うん、で、黒いヘドロで多分ね、HP 残るんだよ、そっち。すげえ、あ、落ちた、あ、うまいじゃん、あ、でもうまいじゃない、これは。まあ、やっぱこれを考えてくれた人に感謝しなきゃです確かに確かに、俺の予想はここちょっと残るんかなと思って眠れだったんだけど、ああ、これね、一応レキビは肩切り場なんですか。肩切り場ってあれ、うん、あるかどうか分かんないんですけど、うん、仮面ライダーオーズって、うん、で、うん、まあ、ディスプル強化フォームみたいな感じです、ね、そうだね、緑のやつだっけ。緑のやつですね、だよね、分身するやつだよね。はい、そうです、ね、まあ、そのせいで食うっていう。いや、俺仮面ライダーめちゃめちゃ詳しいから。お前何が好きなの、仮面ライダー。私はあれ、うん、ストーリーがオーズで、うん、まあ、まあ見た目好きだなっていうフォームが、うん、ビルドを出てくるやつなんですよ、うん、ビルド何、ビルドのラビットラビットを、あー、あのガチャってして赤と赤になるやつでしょ。あれ、タンクタンクもあるよね。はい、青と赤でなんか、そうだよね、僕の正当強化って感じがして好きなんですよ。いや、間違いないね。
確かに。あれ中間フォーム、中間フォルムか。中間フォームですね。うん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 。なるほど、ビルドが好きなんだ。まあ、フォーモガービルドでストーリーオーズって感じですね。うん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 。さあ一旦ここ羽ばたく神出そうかな。羽ばかみか。羽ばかみなんだよ。うん、あ待った、トリクルーム中か今。ですね。おでどっいやでもこれ毎回残るんですけど。うん。っていうのが、はばかみ対面なんですよね、いつも。あ、はばかみ対面ちょっと苦手なの。そうなんですよね。あ、そうなんだ。大体ちょっと落としきれないっていうのが毎回やってて。なるほどなるほど。それでサザンメキ演出ないのを祈るか、うんうん、そういうロイのダメージでなんとかするかみたいな、そういうのが大体なの、はあはあ、こう出されるのがきついんですよね。ちょっとこれ厳しいんじゃない。これでトリクルも終わっちゃうよ。でトリクルもあったんで、うん、結構きついんですよ。いやきついよね。やっぱそうだね。そうだね。そうだね。なんかトリックルームするんであればもっとなんか詰めるポケモンとか身代わり持ってるポケモンとかが3匹目にいたら結構嫌だったかなっていう。そうですよね。うん。なんかちょっと難しいのがあるんですよ、ね。うん。そこちょっとあれだね。じゃあ2戦目行こうか。パーティー変える？変えてもいいよ。いや、パーティーは同じのままでいきます。なんでこのパーティーでちょっと立ち回り本気で密教しないと、うん、すぐボロ負けするなっていう未来が。そうだね、ボロ負けしちゃうね、これは。ブリジラスにちょっと苦戦しすぎですね、ちょっとブリジラスに、なんかね、やっぱお祈りプリングになっちゃうのがこのパーティー使ってて自分の良くないところかなって思う、うんうん、じゃあいくよ。はい、2戦目お願いします。お願いします。まあなんていうかな、まあミミック取り入れるとかは全然面白かったんだけど、はい、まあ、それ以上のものがあまりないかなっていう思っちゃいましたね。まあそうですよね。うん、まあオーロラベールとか入れたりしてなんか積むポケモンを入れた方がいいんじゃないかな。なるほど。うん、あ一応積んではいるんですけど、取り入れては積んでた、うん、え、なんか積んでました？さっき。いや、一応パーティーに入れてるってだけです。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、それ2戦目の使うべきですよ。あ、わかりました。うん、じゃあ、そっち。その立ち回りが一番強い。やっぱ、トリックルームは難しいから。ですよね、やっぱ。うん。携帯鳴ってる？大丈夫？あ、はい。何とか。大丈夫？彼女？いや、彼女はいません。あ、いや、いるか。でも、いるけど。え？一応彼女はいるんですけど、まあ、ネット恋愛で。ネット恋愛？どうやってネット恋愛するの？あれなんか、うん、なんで SNS っていろいろあるじゃないですか。あるある。何って、うん、あれ広告とかで回ってきて始めたグラビティっていうアプリですね。グラビティ、重力って意味。まあ名前はねちょっとそういう感じ。おおお、それで、え、それ何通話アプリなの？いや、あれ、例えばなんか、ツイッターとかに割と近いような感じがして。あ、ツイッターに近いんだ。へぇ、割とそう、うん。そうなんだね。まあ、それを使って、連絡取った子がいたってことだよね。はい。まあ、一応、LINE 交換まではしています。うわ、すごい。え、かわいいの、その子。そうですね。あ、かわいいの。へぇ。まあ、顔が良くなかったとしても可愛く見えるのは食べた前から可愛く見えない。まあでも普通にね、まあ顔も好きですし。ああ、よかった、いいことだね。ていうか顔っていうのがどれがいいのか悪いのかっていうのはあんまりよく分かってない人なんですよ。そう、あ、そう、その子何歳なの？今は10、あ、そう、あ、今違う、今はその子が11下で、うん、何歳？14っていうふうには言ってます。14、うん、小 6？ はい、中1か、中2か、今年確か中3って言ってました、ね、あ、中3か。じゃあま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 あ、さあここルガルガン落としていこうか。まあステルスロックのここまではいいんだよ、ねじ回しか、ここ別に、うん、ここまでは別にいいんだよマジで。ここからの立ち回りがあまりにもやばいんだよ。下手なんですよね、やっぱり、うん、
さあ9個雪降らしでベール張ってくるんですかね。ここはまあそういう展開にしたいんですよね、なるべく。そうだよね、挑発ですね、ここは。じゃあ3匹目で結構詰めるポケモンが来るのかなって感じではありますけど、詰めポケモンを塩で用意してる感じですか。うん、さあ岩石封じ、これで S が1段階ダウン、ホコリ風これ4倍なんで落ちますね。まあすぐに落ちます。うんうんうん、いやまだ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 全然戦えると思う、ね、ここから後ろのポケモンで詰めていきたいんですけど。あ、そうだね、こっからいかに詰めれるかだね。そうなんですけどね。さあ羽ばたく神で、どうしようか。こっちは後ろと言ったらこいあいつだろうなーっていう感じではあるな。うん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 、まあいつだろうなーだったらこういう展開もありか。あ、瞑想か、うん、瞑想展開はあるかな。どうしようかな。吹雪、吹雪ですね。 OKOKOK 耐えるね。挑発解けてここでベールされるとこっちだるいんでって話でしょ。ですね。うんうんうん、で後ろのあいつで竜前からのアイアンヘッドとかそういう形かな。いや後ろは今ジャラランがいないですね。あ、違うんだ。ですね、一応これまあ YouTube の動画を見てみて、うんうん、さんですけど、うん、確認したっていうか、まあ、そのまま使ったっていうか、うん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 、楽しみですね。3タイムこいつちょっとどれにするんだかな、この展開だと。なんでこんな立ち回り下手なんだろうなんでなんだろうな、逆にわかんねえ、お前がなんでこの立ち回りが下手なのか使ってるポケモンは強いんですけどね。いや間違いないよ、それ間違いないんだけど、なんで弱いんだろうな。やっぱ私の立ち回りがいたっていうのもありますね。やっぱちゃんと読めいや瞑想間に合わんやろこれ。そうですよね、あこれは間に合わないと思うよ、うん、ジェットでも落ちないでしょこれ。あ食べ残し読み残したんですけどこれ、あでも無理。ここテラス切ります。テラス切られステラタイプなんでフェアリータイプの技結構上がるよね確か、さあこれ結構きついんじゃないか。半減取れてたらまあ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 って感じですけど。あえ切らない、テラス忘れてた。そうだテラス切ればいいじゃん。えこれねじ回しお前ちょっとやばいぞこれでもねちょっとちゃんと考えきれてないっていうのはお前立ち回り以前なんかお前やばいぞ頭いっぱいいっぱいになってる、ね、頭いっぱいいっぱいになってるマジで。さあ3戦目か、3戦目よろしくお願いします。まあ実際どうですか、なんかどう感覚っていうか感覚で言うとどうなの、やっぱりうんしっかりと考えて、うん、いろいろやらないとっていうのはあるんですけど、うんうんうん、やっぱちょっと選出読むところからちょっとダメなのかなっていうふうに。選出っていうかなんか最初はいいけどなんか後がなんかダメじゃないみたいな。ああなるほど、うん、夏期講習だけ頑張って受験前に勉強しないやつみたいな感じ。受験勉強例えるならね、ああ、うん、夏期講習めっちゃ頑張るやつみたいな、そんな感じ。受験勉強サボってたんですよね、がっつり。やっぱね。がっつりサボりまくって、うん、あれ偏差値50ぐらいのところ入って、うん、中の下か下の上ぐらいの成績だったんで。うん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 。あ今の高校が 50なの偏差値。今じゃなくて前ですね。ちょっといろいろあって。ああ、そうなんだ。
変わったんですよね。ああ、そうなんだ。それは仕方ないね。まあ、暴力とかではないでしょ。暴力っていうより、どうだな。この時の話なんですけど、うん。この時は、まあ結構人間として合わなかったっていうのが大きかったですね。合わない子が多すぎてストレスやられて、ああねじ回しが危ないんじゃなくて他の人が危ないやつが多かったってこと？やつが合わない人が多かったっていう感じですよ。ああそうなんだ。例えば何されたの？なんかあの、からかわれたりとか、なんか例えば友達の間で、うん、ネタで冗談とかでからかったりとかってあるじゃないですか。ある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 。あれがなんかちょっかいできてないところがあって、ああなるほどね。ちょっと雑ないじりだったってことね。いやシンプルにあれ私の方が、まあ、そういうのを理解する力がなかったって感じ。なるほど。でもお前俺の動画見たら結構あれでしょ。じゃあ全く笑ってないの俺の動画見て。いやそれは面白いんですよ。あそうなの。俺の笑いは分かるの。なんていうか、うん、福岡さんの動画っていうのはエンタメでやってる。言わないで言わないで。ただ心理につくのやめてくんね。エンタメでやってるからわざとですよねみたいな雰囲気やめて。やってじゃなくて、うん、エンタメじゃないですか動画っていうのは。もちろんエンタメですよ動画を。でそういうエンタメのものっていうのは、はいはい、それは普段だよねっていうのが分かった上で見える。あなるほどなるほど。だから冗談か冗談じゃないかっていう理解ができないっていうふうにはならないんですよね。なるほどね。はあ。楽しく見れるっていう感じですね。うんうんうん。なるほどって感じですね、これは。あれさ、こういうの見したりとか、パーティー。え、何？なんかパーティーのポケモン参考にできるやつないかなって思ってみたりとか。ああ、そうだね。まあ、俺の動画も結構あれでもエンタメだからね、ほぼパーティー強いとかよりもね、エンタメだからね。さあここを羽ばたく神に対してもう一竜舞積んでるんであればブーストで抜かれますよって感じなんですけど、どう？積む。積みますね。これ積むとねテラス切らざるを得ないですよ。そう、まだまだこっちの方が早いです。こっち行かれてるんで、うん、羽ばたく神というポケモンはとんでもなく行かれてるんで。なるほど。うん、これはテラス切らざるを得ないですね。まあ俺も切ります。もうムーンフォークルか。あれいや俺ここあの鋼テラスしてくれると思ってるんだけど。ああ、鋼テラスしてないですね。ちょっとなんかこの技持ってかなっていう読みでちょっとやったんで。そうなの。え、お前テラス切ってないのこれ。俺がムーンフォー打ってたら終わってたよお前。いやここあれ多分ムーンフォー打ってくるよなっていう読みが結構読みやすいところだったんで。すごいな。いやガクガクさんにはちょっと及ばないです。俺の方が早い。でもまだ、いいまだ俺の方が早い。なるほど。ちなみにこれ足りないかな。ダメ、羽ばたく神の S 抜く調整で作んないと。せめてじゃあランガは最近のやつこの一人でやってるんですよね。ちょっとそれダメだね。ですよね。うん、ちゃんと調整しとかないと。大別ちょっといろいろ考えるポケモンがどれかっていうので。さあミミクトリックルーム。トリックルームですね。ってことはまたあいつが来るのかなって感じですけど。まあそうですね、フリル展開ってなると。あいつもこだわりメガネでしょ。いやこだわりじゃないです。あ、命の玉か。命の玉でしょ。命の玉です。でミミク呪い入れていくと。これヘドロでどうかな。あ、落ちるね。全然半分いったか。オッケーオッケーオッケー。で来るんだけどここ瞑想積むんで。瞑想積まれるか。これは厳しいよ。ですよね。うん、あとなんでさねじ回しお前一回もテラス切らないの。あーでも、うん、
ペラスキルタイミングっていうのはちょっと難しい難しくないから別にテラスどんどん切ってくれたら負けんぞお前。そうね、でもちょっとここはちょっといけないですけど、10万ボルト、なんで10万ボルトなの、これやばいよペラバースト。ここはペラスキルか、これ落ちるでしょ、いいじゃないですか、これ虫なんですけど、あーちょっとあるか虫なんですけど、虫また半減なんでちょっと羽ばたくかみに対してあんま強く出れないってことね。そうですね、結構なるほどね。なんかねじ回しちょっといろいろ戦ったんですけど、なんか考えてることが多分最初しか考えてないんだよお前。いや僕最初しか考えれてないですね。そう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 、あとは後のことを考えるんだよポケモンって、はい、最初のことじゃなくて最後の方まで読み切るっていうのがちょっとありない。いや読み切るとかじゃなくて最後の必勝法を作るわけ。例えば海流で最後リュウマイ積んで、あと新速で全部落とすとか、羽ばたく神メゾ入れたりとかね、最後の必勝法がないからなんか最後が弱くなんだよね。最後パオジャンで不意打ち倒すとか、スラ落とし落としていくとか、小太郎鉢巻きだから 1.5 倍になるとかね、はい、最後の流れが全く考えられてない。はい、ありがとうございます。だ最初より最初ステルスロック入れてとかそんなことは別にどうでもよくて、最後の締めをどうしていくか。なるほど、うん、あと締めのポケモンがいなさすぎる。締めのポケモン、うん、ここでこいつならあの2体でも落とせるなとか、こいつなら3体落とせるなとかいうポケモンがいなさすぎる。あ、はい、うん、調整も全然できてないって感じです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってねはい。